わけでございまして、困った時の神頼みは、当たり前です。自分の母親について語らなきゃいけないので。そうなんですか。いや生きて帰ってきました。でも楽しい旅だったんですよ。あのね、お母さん聞いてると、お母さんね、やばいことに俺の日記全部チェックしてる、変なことばっかり。あ、そうなんですか。そう、書いてあるの。だからね、やばいから、お母さん、あのこれはこの神頼みは楽しい旅行だったから聞かないでくださいって言いたいぐらい、いやね、まあ脚色なしで疲れたね。いやまあね、この話僕はね、たっぷりして、世の皆さんに、お母さんと二人で船旅行くときは、もっと分かる知識が分かってもらえたということをいっぱいお話ししたいんですが、それが見たこといっぱいあるんですよね。まあインターネットもつながらなくて困った困った、というわけですけど、ようやく来ましたね。はい、じゃあどんどん進めちゃおうということで、困った時の今回は神頼みは、母さんでございます。そうですね、前もやったからね、これやってみたいのね。はい、今回は実践編です。行きましょう。困った時の神頼み。え、でも楽しい旅だったみたいですよね、お母さんは。お母さんは楽しかったと思う、あのね、母親があれだけ喋る人というのは、健康に被害がある。でも嬉しかったんじゃないですか。俺ガタガタだった。やっぱほら、一緒に出かけられて、人生であんなね、家事の苦労したのはないぐらい苦労した。最初から負けついてたって、自分いつもの最後なんとか大勝負で、あれね、大勝負負けたらどう負けたか分かんないぐらいに、75ドルぐらいじゃない、100ドルいってないんじゃないかな、分かったの。ひどいもんだよ。まあ、まあそれはお母さんのせいじゃないけどね、でね、どうだったかって一言言うと、まずよく喋る。嬉しかったんだよ、やっぱり。いや、あんな喋る人は世界中にいない。黒柳徹子って静かな人だなみたいな。それよく覚えたらさ、あの、小日向のトットちゃんって言われてた時代覚え出したよ。よく喋るからなんだ。そうか、タフなんですね。でね、ね、黙れって言わないのは俺だけなんだよ、うちの家族で。うちの親父も黙れとかさ、うちの弟もさ、うるさい黙れって言うでしょ。俺だけなの。嬉しかったんだね、本当にね。まあね、一つ、例えばさ、本当に困った老人で人見知りしちゃってさ、ね、海外連れてったら誰とも喋れないで、英語もわかんないで部屋に閉じこもって、それだったらね、俺がじゃあちょっと夕日見に行こうよとか、ね、またはデッキに行こうよとか、音楽行こうよっていうのがいいんだったら全部否定だから。あ、いや私は勝手にやるからで、何が一番困ったって、いやあなたと二人で喋ってるのが楽しいって言ったら、先生がゾーもうゾワー、なんでいいじゃないですか。事の発端はずっと喋ってたんだけど、相変わらずね、相変わらずすごいんだよ。で、話の内容は、ハイランドガーデンで、あった犬。あ、そう、ワンちゃんと。犬の写真を撮ってもらったら、飼い主が水くれた。うん。どうでもいいじゃんか、そんなことは。でもさ、いいさ。どうでもいい、俺。まあでもそれ聞ける。うん。ね。楽しかった。そういうことがずっと続いてて、で、あっちこっちでその犬の話が出て、いや、それさっき聞いたやつ、その犬じゃなくて、次は。次の犬。ね。ナナちゃんとか。なんだかな、アンドリューってやつなんだ、じゃなくて。ナナちゃんとマックスとか。マックス、マックス、マックス。ナナちゃん一緒に歌った犬で、マックスは水くれた。マックスって言うんだって言うから、そういうもんだよって言ったんだよ。で、マックスって言うんだとかさ、助けてくれ。で、それまだいい。はい、はい。船に乗りました。もうあなたもいない、シュートもいない、誰も話し合ってもいない。残るは俺だけ。そうだよ、最初のうちは人見知ってたんだけど、そのうちにさ、自分の筆談と英語で通じること分かり始めた。すごい。まあね、しゃべる、しゃべる。で、外人さんと喋ってる分には英語のボキャブラリー少ないから、ちょうどいいんだよね。ちょうどいいの。だからそうするとすごく人懐っこくて、ちょっと言葉の分かるね、日本人でしょ。私80歳で、80歳自慢だから、ね、最後にね、最後の最後に、あの、シュート君と2人でね、あの、ブランチを食べたね、和食屋がの葵っていうね、そこのおばあさんが83歳で負けたんで、そこ静かになったけど、まあね、よく喋るんだよ。それでね、とにかくね、観光に1回だけ連れてけばなんとかなるだろうって、エンセナダっていう港町で1回連れてったんだよ。そしてバス、そこに乗せて、まあ、マイクロバスみたいなちっちゃいやつなんだけど、ずーっとしゃべって乗ってから。でも、ね、私はこういうとこ好きじゃなくて、どうたらこうみんなでもいいんだって、好きじゃないんだって言わなきゃいいわけで、ね、だから、ね、私いつもね、バスの上で夏に待ってます、出なきゃいけないんですかって聞くんです。で、家から来るのやってて、それでも一応出て降りて、何やって、私はお酒飲まないと、とにかくいろいろ、まあ、それは聞いてた。そのうちに俺ね、頭痛くなっちゃって、で、バスに乗って次のね、ところに行くとき、2時間、いろいろ回って、もう起きてらんないのよ。ああ、もうザーッと左右のところだけど、ガンガンガン、いろんなね、すんげえことが出てきて、そのうちに俺がね、ついにね、気失っちゃったの。で、しばらく着いたら、すごい遠いところの変なね、港町に着いたの。で、そこを降りて、就職だってところ、まだ喋ってるの。俺が気を失ってることを理解しないで喋ってる。すごい、タフですね。だから、俺の人形置いとけんだね。
それはダメなんじゃないですか。うんうんってうなずく人形。人形じゃダメなんじゃないですか。ロボットでいいのかなと思ったから、よくしゃべるしゃべる。それでね、さすがに帰ってきたから、これはまずいと思う、もうやばいと思って自由行動にしたの。ね、自由行動って俺ちょっといろいろやらなきゃいけないと、インターネット繋がんないでさ、自由行動にした間は助かったんで俺、うん、はい、よかったと思って、とにかく少し寝た。寝た。もうね、何をせん、体が衰弱しちゃって寝るしかない。珍しいで、ね、で起きてあるでしょ、うん、そしたら自由行動の時にアクティブには12回に行って何とかしたとかさ、元気ですね。あ、まあ写真撮ったどうたらこうたら、インドネシアの従業員の何とかが、まあフィリピンがどうたらこうたら。それでね、俺がね、あのたまたまね、ミュージシャンがいたのよ、ギタリスト。お母さんごめんなさいね、はい、ギタリストが、あの子はいくつぐらいかしらねって言ってね、年代が今日だからあんたと同じぐらいって言うからね、またね若いんだよ見た感じが、うん、俺ね多分ね全然若いと思うよ、30代だと思うよ。そしたらね、本人に聞きに行って、後から23歳だったっ。だから手柄だったんだよな、ね、だから俺はね、あんたと同じぐらいだって言うから、もう30代か下手したら21歳じゃないの、自分で言って23って聞いたら、うん、あんたは21歳って言うから、私は23って聞いたって始まるんだよ。だから俺の方が近いでしょ、俺はもっと若いよ。いや、ハゲてんだよね。まあ ね、 なんかね、大変楽しい、ね、食事しても何にしてもね、とよく食べる、よく食べるね、食欲ね、すごいあります、ね、よく食べるのはいいんだけど、私はこれは食べない、何は食べない、どうたらこうたらだと、何はいらない、だからね、から聞いてもしょうがないから、とりあえずもう後半分かった、聞かないで楽しむくらいすると全部、うん、まあね、本当にね、死に物狂いでね、旅してきましたよ。多分ね、お母さん癒されてたんでしょうね。母親はそら喜んでた、ね。すごくそうだと思います。あ、だから俺の体の中からエネルギーを全部抜き取ってた。もう人生の輸血みたいな。本当に。そうですか。まあね、インターネットが通じないって言ったら、それは私の責任じゃない。それは知ってます。でも今仕事大変なの、いろんなことあってね。面白いね。結局ね、なんかこっち側で愚痴を言って、なんか大変なこと言ってると黙ってくれるから、シュートがね、あのお迎えに来てくれた時は、はい、あのシュート君と一緒に話したんだよね、いろいろね、絡むのこととか。うなずいててもね、ラジオですからね、シュート君ね。どっかそういう人いましたけど、はい、あのなんとかね、本川さん。はい、ちょっとシュート持ってっちゃうかな。こんにちは。こんにちは。はい、どうも。いや、賛同しちゃいけないのかと思ってました。賛同しなきゃいけないんですよ。もう困った時は、君も困った人の一人であるし、もっと困った人もいいんだけど。もうでもね、本当にシュート君と話をしてた、戻しちゃったよ、はい、シュート中心に。あとね、1分30秒やろうかと思って。え、1分か、2分か、うん、だね。いや、困りましたよ。あ、俺になんかお札がいっぱい来ました。あ、これ全部新しいお札さ、はい、金札なんかさ、偽札みたいだね。今、とにかくあのギャラの支払いをやるためにね、お札を下ろしてくれたんですけどね、うん、でもね、本当に新しいやつ。シュート君と喋ってる時に、はい、金森の話言ってて、はい、で、少しいろいろ憂鬱な話になるんじゃない、はい、そうすると黙るの。あ、憂鬱な話は、深刻な話は、俺あれだって憂鬱な話しなきゃダメだと思ったからさ。そか困りましたよ、うん、まあね、うん、皆さん、はい、お母さん、喋りすぎのお母さん、喋らないお母さん、自閉症のお母さん、パッパラパのお母さん、みんないますけど、あのお母さん80過ぎて旅連れてくときは覚悟してください。いや、元気、うん、すごい、命を吸い取られると思って。本当にね、元気なのはありがたいんだけどね。ありがたいですよ。まあ日本ではうちの弟が今度喋るから黙らされちゃうから、うん、静かだからね、そんな面倒くさい、まあ同じことちょっと聞きゃいいなと、うん、たまに食うとね、ちょっと話すんだよ。それでも1日1回の2時間の食事、寿司食うぐらいだったらいい。はい、3泊4日船乗っちゃいかん。他にすることないですもんね。喋る以外することないですもんね。何したらいいって言ったら、あんたと喋ってるのが楽しいって言われたらどうする。いいじゃないですか。あの、こんなにお金をかけられない。連続で1日4時間は必ず喋るんだよ。連続で止まらないんだよ。だから、うん、飯食う前から始まって飯食い終わるじゃない。それで終わった後もうダメなんだよ。ずっとあのその飯を食ってるとレストランでずっと居座って閉まっちゃうから、じゃあ場所移ろうって言ってさ、バーに移るんだ、7階の、うん、その7階のバーでまた2時間。すごい元気なの、ね、話題が豊富ですよね。そうで、何してんだ、じゃあ正味行こうかと。正味で静かで、またね注意されちゃって、あの避難訓練の時にうるさいって、本人は分かってないから、俺が注意された、あんたダメでしょ注意されて、おめえが注意されたって。避難訓練ベラ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 言ってて、もうね、大変でしたよ、うん、はい、今日はみゆちゃんの番よろしくお願いします、ね、あんたね、聞き役うまいから、でもそのうち疲れるからね。てなわけで、シュート君、はい、まあ、シュート君はね、ちょっと喋られてすぐやめてくれるからいいよね。はい、いやいや、シュートにもよく喋ってたよね。あ、喋ってらっしゃる、すごいよね、らっしゃったって、元気ですね、よく食べられますね、食事をね、すげえ、本当今日もおかわりしてみんなと同じだよね、すごい健康です。なわけでございまして、はい、とりあえず少しだけ言ったんで気が晴れたかもしれません。
はい、私は喋る職業だから、はい、私もそうですって言われました、はい、ということで、はい、お母さん、頑張ってください。よろしくどうぞ。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。